はい、どうもご視聴ありがとうございます。ルイボスです。はい、現在ね、整理引っ越し作業中の、ルイボスでございますが、まあ、今日はね、ポケモンの、ね、ランクマッチやっていきたいと思います。ちょっとね、引っ越し後はね、防音設備バッチリなんですが、まあ、今日はね、ちょっと静かに、静かにちょっと実況していきたいなというふうに思っております。ということで、まあ、第一発目の、ランクマの動画初めてだよね。で、サンドパンですね。今回アローラサンドパン、これ私のね、嫁ポケに当たるポケモンですね。私サンドパン種が好きなんですが、サンドパンね、いきたいと思います。はい、ってことで、アローラサンドパンに関しては陽気の AS ぶりですね。まあ、これで、ドラパルト、最速ドラパルト抜けるのと、あと、まあ、ハチマッチャチャワ、スカーフの、まあ、ウーラオス、まで抜けますね。っていう感じでございます。で、一応、相方に、まあ、キューコン。キューコンは、まあ、どちらかというと、まあ、雪もありますし、オーロラベール貼りたいなという感じですね。だいたいオーロラベール貼って、サンドパンで積んで、まあ、ダイマックスして、まあ、雪かき発動で、まあ、全抜きを狙っていくと。まあ、もしくはね、まあ、2体とかね、まあ、持っていこうかなと。はい、いう感じの狙いでございます。ということで、ね、私の嫁ポケなので、ぜひね、頑張っていきたいと思います。ということで、早速試合行ってみましょう。はい、それじゃね、早速、やっていきたいと思います。ということで、相手、ポリポリ、ポリ2、ポリ Z、ドラッパー、まあ、ゴリラ、エースバーンに、まあ、ヒートデカ。なるほど。で、こっちとしては、まあ、普通にキューコンサンドパンは通りそうかな。まあ、エースバーンを、まあ、どこで見ようかなって感じですかね。まあ、サニーゴで見とけばいいのかなっていう感じはするんですけど、あと、まあ、ドラッパはまあ別にいいか。まあ、ポリゴン2はまあ、研磨積んで、まあ、ドカンかなっていう感じですかね。まあまあまあ、多分ね、サンドパン通るかなっていう感じはしてますね。じゃあ、とりあえず、まあ、球根はとりあえず行くかな。まあ、球根サンドパンとりあえずセットで使えるように、まあ、一応ね、入れてはいるので、まあ、球根で壁張って、サンドパン研磨で、まあ、全抜きか、感じかな。まあ、球根とりあえず行って、で、まあ、サニーゴですね。一応、エースバンか。で、あとサンドパンで行きましょうと。はい、いう感じでございます。それでは、三宅さん、よろしくお願いいたしますと。さて、俺の嫁なんでね、サンドパンは。がっつりね、活躍させていきたいと思います。はい、お相手初手は、ゴリランダ。あー、なるほど、ゴリランダか。じゃあ、こっち初手、球根なんで、まあ、球根で、まあ、とりあえず、まあ、貼っとこうかな、オーロラベールっていう感じではありますね。ただ、球根、一発、二発耐えれるかな、まあ、壁張れば二発耐えれるかな、という感じな気がしますが、相手の振り次第。まあ、とりあえず、オーロラベールからまず入りましょうか。まず壁は貼っときたいな。さあ、グラススライダー、どれぐらい入る？結構入るかな。まあ、でもこれでオーロラベールと、あと、回復で耐えるかな？耐え、そうかなんとも言えないな。まあ、乱数次第って感じかな。さあ、でもとりあえず変えて、まあ、サンドパンも行きましょうか。多分グラススライダーだったら、まあ、普通にアルパン耐えて詰めるような気はしてます。ようというか、まあ、間違いなく。さあ、とりあえずアルパン。さあ、かわいいアルパン。そして男前。さあ、行く。引っ込めるか。エースバーン。なるほど。これはちょっと考えますね。これダイマックスして、まあ、自信打って、相手ダイマックスだったら一発でやれないんですよね。って感じではある。相手ダイマックスするかどうか。ただ一応素早さは砂かきか雪かきか。で、上は取ってるんですけど。
ダイマダイヤースで一発でやれるか、相手、いや、でも安定はサニーゴかなって感じがしてますね。じゃあサニーゴバックしましょうか。とりあえず一旦。まあ、相手いきなり多分、ダイアークはないと思うんで、仮にダイマックスいっても。ああ、引っ込めましたね。なるほど。じゃゴリラかな。ああ、なるほど。はいはい、ゴリラでもちょうど叩き落とされる感じではある。まあ、とりあえずステロ巻いときたいかな。ステロ巻けばエースバーンがね、まあ、だいぶ楽になる感じではあるんですけど、ただ叩き落とすでこっちのサニーゴがまあだいぶね弱体化される。オリビエでもよかったかもな、ゴリラに。けど、まあ、なんか、まあ、ステップロック巻いてりゃなんとかなるでしょう。さあ、とりあえず、あられでダメージ入って、まあ、相手がどうするかですかね。まあ、個人的には次のターン、鬼火入れたいかな。鬼火とりあえず巻きましょうか。これどうするかな、変わってくるか。さあ、何が来るんだ。人手か。まあ、とりあえず鬼火は入りつつ、ただ人手なんで、これはサンドパン行きたいですね。多分熱湯かなって思うんで、まあ、サンドパン突っ込んで、もう研磨したい。さあ、どうなるか。もう変えようかな、とりあえず。とりあえずサンドパン、バックしますね。さあ、人手ちゃんが。ただまだね、壁ターン終わってないんで、まあ、多分、熱湯も大してダメージ入らないですよ。まあ、やけどすんなよって感じではありますけど、まあ、サンドパン行こうかな。キューコンは、ま、いいか、サンドパンやな。サンドパン行きましょうか。まあ、ちょっと一旦、壁のターン見ましょうか。とりあえずね、一応、3ターンか。はいはいはい。じゃあ、まあまあまあ、大丈夫かな。っていう感じしますね。3ターンあれば、まあ、詰めるんで大丈夫でしょう。さあ、いけ、俺の目。まあ、気持ちよくここで、まあ、研磨して、バチコリ全抜きしていきたいところ。さあ、かわいい。毒毒が効かない。はい。まあ、多分、サニーゴ嫌って、毒巻きに来たんでしょうね。多分、サニーゴ抜けない。まあ、エースバーンで抜けるか。って感じですが、こちらは次のマイト。さあ、相手なんだろうな。多分、熱湯かな。交換か。交換だったらこれ、やばい気がするな。エースバーン来たら。さあ、何来る？あ、熱湯か。それはちょっと甘えたかな。これは大丈夫。全然入らないんで。さあ、これで。もう一回積みたいな。火力でサンドパンあんまないんで、もう一回積みたいな。っていう気がしますというか、積みましたね。さあ、引っ込めて誰が来る？あ、ゴリラ。これはもう勝ちましたかね、多分。多分これで、もうダイマックス、ダイアイスで、もう終わりな気がしますね。いや、多分終わるだろう。グラスメーカーで何やろ、地震ケアしてんのかな。ただおそらく研磨2回積んでるんで、さすがに止まらないっすね。グラスフィールドあったところで、まあ大丈夫でしょう。で、ここで相手がインファイト持ってたらやばいかな。たまにゴリラインファイト持ってんすよね。ただ素早さゴリラあんま振ってないんでね、一般的に。こっち陽気、最速サンドパンなんで、まあ、振ってなければこっちが入る。さあ、どうだ。こっから素早さ数値。これでインファイトで吹き飛んだら、まあ、悲しい感じですけど。さあ、いけるでしょう。さあ、サンドパン来た。男前やな。見て、このリリシー。なんてこんな可愛いんだろうね。ちなみに僕、サンドパン僕の嫁ポジなんで、かっこいい、しかも。さあ、ダイナイス。まあ、これはまあ、余裕で吹っ飛んだでしょう。さあ、倒して。次、誰が来るのかな。まあ、誰が来ても止まらないですね、もうね。
ドヒドイデだろうが地震で吹っ飛ばせるでしょ、さすがに。グラスフィールドあったところで4段階積みなんで、まあ、止まらないですね。で、そのままあられがあるんで、エースバーンも上から地震で終わりかな。うん。地震っていうか大ヤンスか。っていう感じではある。さあ、どうや、相手。さあ、誰が出てくる？誰が出てきても一緒。もうこれ止まらんす。さあ、ヒトデちゃんが来て。さあ、どうする？まあ、ダイアースで飛ぶよな。一応な。なんか捨てあげる必要もないよ。まあ、ダイアースで別に素直にいいかな。ビグラスフィールドあったところでやもんね。うん、ダイアースで行きましょう。はい、コウさん。はい、ありがとうございます。ということで、はい、三宅さん、対戦ありがとうございました。まあ、これがサンドパン王道パターンかな。って気がしますね。まあ、気持ちよく1試合目決まりましたと。はい、いうことで次の試合行きたいと思います。はい、それでは2戦目、行きたいと思います。ブンさんですね。よろしくお願いいたします。ということで、相手は、アシレーヌ、まあ、ゴリラ、エース、バーン、タイプヌル、カバーに、ミトムか。まあ、いつも見る、ゴリラ、エース、バーンに加えて、まあ、アシレーヌはなんか、あんまり見ないかなって感じしますけどね。そうだなぁ。あー、でこれをまあ、球根サンドパンいけそうですね。まあ、初手はサニーゴから入るのかな。なんか、ゴリラエースバーン、初手エースバーンで荒らされるのがね、結構ね、球根サンドパン組だと、ちょっと厳しいんで、サニーゴで止めに行きたい。初手はね。で、あとはまあ、球根サンドパンで3球コンビでいいのかな。まあ、ゴリラはやれる。アシレーヌに関しては、まあ、球根でまあまあやれるかな。で、サンドパンかなと。はい、いう感じですね。じゃあまあ、これでいくか。タイプヌルがね、ちょっとどうかな。って感じだけど、ね、まあ、ゴリ押し剣舞で。まあ、なんとかなるでしょう。ということで、ブンさんよろしくお願いいたし、プンさんか。ごめんなさい。ブンさんじゃない、プンさんかな。お願いします。ということで、初手何やろな、ゴリラとかかな。あー、やっぱゴリラか。ゴリラ多いよね、大体。大体初手ゴリラ来るんだよね、マジで。で、サニーゴだ。ただ、サニーゴだと、まあ、畑落とされてしまうんだよね。ただ、まあ、こちらも鬼火を入れることで、まあ、イーブンかな。っていう感じにはなるかな。とりあえずゴリランダ機能不能、機能不能にして、まあ、サニーゴも、まあ、お互いに弱体化みたいな感じですかね。まあ、外さなかったので、よしと。これでゴリラも、まあ、大幅弱体というとこで、まあ、ステルを巻いていきたいかな。じゃステルスロック巻きましょうか。相手トンボで帰っていく。さあ誰だな。さあ相手誰、交換か。アシレーヌとかな気はします。ああ、なるほど。ああぽいな。さあステロ入って、ただこっちも交換が必要ですね。ここで球根いきましょうか。球根変えましょうか。まあ、変えて、まあ、壁ですかね。まあ、壁張りましょう。まあ、相手のダメージがどれだけ入るのかっていうのがちょっとどんなもんかな。さあ、雪降らして、まあ、2発ぐらい耐えたらいいですけどね。これどうだろう。歌方のアリアか。半分以上はいきそうやね。100ぐらいですかね。あー、でもこれだとグラスフィールドあるんで、壁すればもう一発耐えるかな。オッケーオッケーオッケー。で、まあ削ればいいでしょう、球根の仕事としては。さあ、オーロラベール。さあ、美しい球根。光の粘土なんで、オーロラベール、ん？ 8 ターンか。7ターンか、ちょっと待って、どっちか忘れた。
まあ、そんな感じですね。まあでもこれ耐えたんで、フリーズドライ。だいたいね、フリーズドライの方が刺さるかな、吹雪とかより。結構最近水タイプ、まあ、ウーラオスとかも、まあ、ウーラオスはあんま関係ないけど、キューコンフェアリーあるから。結構水タイプに刺さるんで、まあ、フリーズドライ入れてますけどね。で、キューコンは、臆病の、CS か。ですね。まあ、割かしスタンダードな感じ。さあ、やられたが、まあ、半分削っているので、まあ、十分でしょう。さあ、ここでエース3ドパン行きましょうか。さあ、舞台は整った。まあ、3抜きは、ちょっとあれかなって感じですけどね。まあ、2枚ぐらい抜いてもらえたら十分かな。多分、最後、エースバーンかなって、この感じだとね、思うんですよね。エースバーンには負けそうな感じするんですけど、まあ、後ろでなんとかなるでしょうと。はい、いうとこで、剣舞、行きましょう。さあ、相手は。個人的にはここでエースバーンが来んのが嫌ですけどね。まあ、どうでしょうね。普通に殴ってくるのか、あ、殴ってきたか。それはちょっと悠長かもしれないですね。剣で、剣の前で積んでいく。で、歌方のアリアは、まあ、大したことないと。これで、まあ、ちょっと抜き体勢は、まあまあ、できてきたかな、という感じで、ひとまず、まあ、ここはダイマックス。で、特防防御。まあ、防御ですかね。まあ、ドリランダー、後ろにいる。多分、最後、エースバーンな気がするんで、さあどうだ、ダイマックスしていく。あ、電池がやばい。さあ、かっこかわいいさん、まあ、むちゃくちゃデザインいいよな、いつ見てもね。ちょっとなんか普通のサンドパンよりアローラの、まあ、ちょっとこうかっこいい感じになってるっていうのかな。ちょっと鋭い感じ、まあ、氷だからかな。さあ、防御力上げて、まあ、多分ゴリラでしょうね。うん、クッションで、ダイマターン枯らしに来るという感じでしょう。ついでに、グラスフィールドで、まあ、地震っていうか、まあ、ダイアースか、が弱まるんで、まあ、エースバーンと組むのもいいですね。うん、相性がいい。さあ、グラスメーカー入って、まあ、こっち側は、もう素直に、まあ、大アイスですかね。うん。オーダーベル4ターン、まあ、十分あるな。うん。大アイスでいきましょう。オーロラベル8ターンってむちゃくちゃ長いよね。うん。さあ、大アイスで。まあ、上取れましたね。これ、グラススライダー打ってないってことは、多分、インファイト持ってたんでしょうね。おそらく、インファイトをぶち当てた、手振って、飛ばすって感じだと思うんですけど、ただまあ多分素早さサンドパン僕陽気なんで最速なんでね、多分振ってるんで、まあ、抜けたのかなと思いますね。あ、やっぱエースバーンか、うん、でしょうね。さあ、まあ、でしょう。さあ、ただステロが入って、まあ、これは美味しい。ダイアースで殴って方がいいのか、まあ、とりあえずこっちのサンドパンは死にますね、確実に。なんで何をやるか。でも大ウォールで、ダイマックスターンを削るべきか。ダイアースどれぐらい入んねやろな。剣舞のダイアースでやれんのか、それが何とも言えないな。グラスフィールド入ってるから、まあ、半分になるんで、まあ、やれないかな。やれないな、ダイマックス。ってことは、まあ、大ウォール、うん、ですね。大ウォール行きましょう。ここで相手のダイマターンを、まあ、1回、大ウォール、まあ、2回使うと。で、ラスト、サニーゴでやりましょう。あ、巨大マックス。さあ、かっこいいエース。さあ、巨大化球ってくる感じですかね。さあ、こちら大ボールでターンを稼いでいって巨大火球と。
さあ、あられ入って、ただあられまだ残ってるんで、まあ、一発は殴れますよと。まあ、自信でとりあえず殴っておこうかなと。うん、まあ、そらそらね。OK。自信で一発。これどれぐらい減るかかな。半分ぐらいかな。ああ、半分ぐらいは削ったかな。半分ちょっとって感じかな。6割ぐらいかな。まあ、残りヒットポイントから。まあ、これで巨大火球で死ぬと。さあ、ただこれ実はまだオーロラベールが残ってるんですよね。なんで、サニーゴで、まあ、ぶっちゃけ余裕で受かるかな。あとは、まあ、力を吸い取るで、まあ、ぶっちゃけも終了かな。勝ちかなっていう感じですね。おそらくこれ勝ち確です。さあ、安定行動、力を吸い取る。さあ、ダイヤークもちろんやってきますが、まあ、おそらく無理ですね。うん、まあ、余裕っすね。さあ、力を吸い取るで、さあ、絶望の力を吸い取る。まあ、これ多分、あえて終わったなって感じでしょうね。で、全開と。これはもう勝ちましたね。うん。あとは、まあ、力吸い取りながら、なんか殴ればいいっていう感じですかね。まあ、鬼に入れれればいい。余計、まあ、確実っちゃ確実ですけどね。相手何していくんだろうね。鬼に打ってみようか。多分、火炎ボールか。あー、まあ、素直に来たな。じゃあ鬼火意味ないと。まあまあまあ、オッケーオッケー。さあ、まあ余裕な感じですね。さあ、そこで火炎ボール封じ込めていく。あー、ってことは鬼火入るかな。もう鬼火入れて、力吸い取りまくっとけば終わりかなって感じですかね。多分相手も火炎ボール打てないんで、まあ、炎技じゃないやつ打ってくるんで、鬼火が入るという感じやけど、まあ、力吸い取るで一旦回復しておきましょうか。の方が安定行動な気がしますね。飛び跳ねる。あー、なるほど。OKOKOK。ただまあ、ダメージは入れないんでね。さすがはしましたが、まあ、これ別にもう降参でいい気がしますけど、相手。はい、力吸い取って。はい、ということで、鬼火が入って、まあ、これで試合終了ですかね。まあ終わりでしょう。まあ一応吸い取っときます。はい、降参と。はい、いうとこで、まあ今回はね、アローラサンドパン、まあ僕の嫁なんですけど、まあうまいことサイクル回しながら、詰めさえすれば、割とね、まあゴリラにはまあ十分強いし、まあエースバーもね、先に展開しさえば食えるということで、まあぜひね、使ってみてくださいということで、普段ね、ポケモンの、交換とかね、対戦会とかね、いろいろ配信とかやってます。もしよかったらね、チャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。